すごいね、それ自分で見てたら、だってここのカバー外すのにこれ自分でやらないとレストランで楽しく話をする女性たち。彼女たちの共通点は義足です。集まったのはハイヒールフラミンゴのメンバー。ハイヒールと一本の足で凛と立つフラミンゴをイメージして名付けられた NPO 法人です。悩みや情報を共有する場でありたいと義足の女性ユーザーが集まり活動をしています。月に一度行われる交流会フラミンゴカフェ。この日はメンバーの結婚式の打ち合わせが行われました。かわいい、かわいいね。田中紀子さん、生まれつき左足と左手の指の一部がありません。再婚相手との結婚式に向けて、最初の結婚では義足などを理由にできなかった式を挙げることに。義足は次男がデザイン、ウェディングドレスは義足が見えるデザインにしました。柄を入れたので皆さんに見ていただいて、義足でもドレス着て楽しんでますよっていうところを見てもらいたいと思って、スタッフのみんなにみんなで切ってもらいました。はい、念願だった結婚指輪もはめたいと式に合わせて義手も作りました。この指輪であったりハイヒールを履くっていうことも、私はもう生まれてきた時にできないんだと思って生きてきました。欠損してる部分もちょっと私は複雑な形で欠損してたので、なかなかそれも難しいっていう話があって、もう何度も諦めそうになったんですけど。集まりではこんなやり取りも。私もめ、あ、普段に めくっていいですか。私も今そうしよう、こっちだったっけ。見たい見たい。かわいい。ちょっと靴の感じと。かわいい。うん。うん。これすごい一番。めっちゃ好評な。好評じゃない。病院とか行っても、今まで見た中で一番かわいいって。新しく作った義足を披露するのは、海老根和美さん。18年前、25歳の時に骨肉症を患い、右足の切断を余儀なくされました。まず妊娠中に、病気になって手術をして、で出産してから切断したっていうような状況で義足になったので、やっぱり着ることにはかなりの決断があったんですけど、子育てをしたいっていうのが一番だったので。突然の義足生活でいくつもの困難にぶつかりました。自転車に乗れなくなって、ちょっとベビーカーも押せなかったんですね。なんか絶対どっちかにこう曲がっていってしまって、さらにある思いが海老根さんを悩ませたといいます。見た感じがやっぱり機械的なので、見た目があんまりだなとか、お風呂とか温泉とかもないことを見られたくないとか、そういうことでやっぱり
隠したいなっていうのを思ってたと思います。事故や病気で足の切断をした人は日本におよそ7万人、女性の割合は3割程度です。その中には足を失うショックや生活上の困難とともにコンプレックスを抱え閉じこもってしまう人も多くいるといいます。義足をコンプレックスとして捉えてほしくない。ハイヒールフラミンゴが始めたのは女性だけが集まって感情を共有する場を作ること。そして義肢装具師と連携したおしゃれな義足作りでした。義足のユーザーさんって女の人少ないんですよ。でスタッフも女性少なかったんですよ。けどね、なんか中に入ってみると気にならなくなるっていうか、ユーザーそして作り手もズボンを履く男性が多いことでデザイン性はほとんど意識されていませんでした。おしゃれにデザインされた義足を履いた女性ユーザーには大きな変化がありました。スカート履いたり可愛い靴履いたり義足を見せてくれるようになりました。やっぱりその辺はね、こう私たち忘れちゃいけないなって本当に反省しました。この日、海老根さんは実家を離れて暮らす息子の幸喜さんに会いに行きました。幸喜さんもおしゃれな義足をつけることに賛成しています。義足の人にしかできひんおしゃれができるわけやん。それはめっちゃいいなと思う。まあでもなんかそういうの履いて行った時のなんか感じっていうのがちょっとまだ自分ではなんかなんていうの、耐えれるかどうか。他人になんか思われるってこと。そうそうそう、いや靴の延長や思ったらいいじゃん。義足をコンプレックスにしない、その思いを後押ししてくれるのは義足のデザインと家族の支えでした。結婚式を迎えたメンバーの田中さん、自慢の義足とドレスでの披露宴。海老根さんたちハイヒールフラミンゴのメンバーも祝福に。自慢の義足をデザインしたのは次男の啓太さんです。母親があの着物とかを着るのが好きなので、毎日履く義足でその着物を着るような毎日楽しいような気持ちになってもらえたらいいなという思いを込めて作らせていただきました、はい、さらに子供たちからはこんなサプライズも。普段はね、なかなか照れくさくて言えないんですけど、感謝の気持ちを僕らなりに何か表現したいなと思って、この日のために3人で曲を作ってきました。言葉じゃなくたって伝わる愛。
私は障害を持って生まれてきました。ハイヒールフラミンゴの皆さん、同じ義足で生きてきた人たち、そして義足に関わる人たちと間近で話をする機会ができて、私の人生はより一層開けてきました。ハイヒールフラミンゴで出会った人と義足でのおしゃれは人生を大きく変えました。義足だからこそできることっていうのを、なんかもっとこれからいい風に前向きな方向でこうやあのいろんなおしゃれとかそういったところに生かしていけたらいいなっていうのを、なんかこうすごいもっと大きな希望みたいなのが見えて、もっとこれからももっともっとあのおしゃれにあのつけていける時代になっていってほしいな。安全に歩くためだけではなく、大変な思いをする人がその後の人生を楽しむために後押しできる方法はまだあります。